長いようで短かった高度育成高等学校での1年間、私は兄さんに話したかった思いを未だ伝えられずにいる。後悔しないためにも話した方がいいんじゃないのか。でもその自信がないのよ。私はまだこの学校で何も成し遂げられていないもの。じゃあ一緒に退学したら？一番幸せなルートだと私は思うな。あなたどこにでも湧いてくるわね。堀北さんのいるところに私ありってね。大嫌いだもん。嫌いなら関わらなければいいんじゃないか。嫌いだからこそとことん追い込むんだよ。分かってないの。次回、欲望のために世界を変えるのではなく、まず己を変えよう。ほんと、生徒会長と一緒に学校をさよならしちゃえばいいのに。